2010年の全米桜祭り中のジェファーソン記念館。全米桜祭りはアメリカ合衆国のワシントン d c で毎年春に行われる祭り。1912年3月27日に日本の東京市長であった尾崎幸雄からワシントンに桜が贈られたことを記念して行われている。 桜はアメリカと日本の間の友好関係を育て強めようとして寄贈されたもので現在の祭りでも二国間の親密な関係の継続が祝われている。ポトマック下半に桜の木を植えることを提案したエリザ氏どもは桜の木をワシントン DC に持ち込もうという試みは公式に植樹される十数年前から行われていた。 1885年、ナショナルジオグラフィック協会初の女性理事であった、エリザ・シドモアは、初の日本旅行からアメリカに帰国し、公共施設、公有地庁のアメリカ陸軍管理者に対して、埋め立てが行われたポトマック川下半沿いに、桜の木を植えることを提案した。この提案は拒否されたが、シドモアは、すべての管理者に、その後24年間提案し続けている。 この時期、個人によって、数本の桜の木がこの地域に持ち込まれた。その中には、北西ワシントン DC にて、木の下で、シドモアが桜鑑賞の茶会を開いた桜木もあった。茶会には著名な植物学者である、デビッド・フェアチャイルドとフェアチャイルドの婚約者で発明家、アレクサンダー・グラハム・ベルの娘のマリアンなどが、招かれていた。その後、エリザの活動とは別に、 1906年、フェアチャイルドは、日本の横浜植木社から1000本の桜の木を輸入し、自らの所有するチェビーチェイスに植樹した。フェアチャイルドは、その結果に満足して、1907年に、ワシントン地域の道に植えるのに適した樹木として、日本の桜の促進を始めた。9月26日、 フェアチャイルドの友人の助けによって、チェビーチェイスランドカンパニーは当地に植える300本の東洋の桜を発注した。1908年、フェアチャイルドは植樹祭を守るために、すべての DC の学校の校庭に植える桜の苗木を寄贈した。エリーザ・シドモアが参加した植樹祭のスピーチで、フェアチャイルドは当時タイダルベースンの周辺に存在したスピードウェイを 桜の道に変えることを提案した。それまでアラスカの活動に軸を移していたシドモアは、1909年、桜を買って地区に寄贈するための資金を調達することを決めた。主な事例として、4月5日、彼女は、当時のファーストレディ、ヘレン・ヘロン・タフトに、彼女の計画を知らせるために手紙を書いている。2日後、大統領夫人から、以下のような返事があった。 Thank you, Berry.Match for your suggestion.About the cherry trees.I have.Take them the matter up and AM promised the trees.But I thought perhaps it would be.Best to make an avenue of them.Extending.Down to the.Turn in the road.As the other road. the part is still too.Laugh to do any planting.Of course.They could not reflect in the water. Bad the Effect would be very lovely of the long avenue. Let me know what you think about this. 桜に関する提案をありがとうございます。私は桜を植えることには同意しますが、他の部分はまだ植えるには整っていないので、銅の曲がり角まで伸びる桜の並木道を作るのが良いと考えています。もちろん、これらは水に生えないでしょうが、長い通りをとても美しくするでしょう。 あなたはどう思われるでしょうかこの計画がワシントンにいた日本人科学者高峰常吉と中ニューヨーク日本総領事水野幸吉の知ることころになった。その頃東京市長でもあった衆議院議員小崎幸夫は先の日露戦争の講和に助力してもらったアメリカへの謝礼を考えていたところへ水野からこのような計画があることを知らされた。 4月8日、広報は大統領夫人に東京の尾崎から2000本の桜を寄贈する計画があることを持ちかけ、水野は東京の名で桜を送ることを提案した。広報と水野はその後大統領夫人と会見し、彼女は2000本の桜の寄贈の提案を受け入れた。1910年に最初に東京からアメリカに渡った2000本の桜の木は、 害虫や病気が発見されたために焼却処分されることとなった。4月13日、公共施設、公有地町の長官であったスペンサー・コスビーは90本の桜を輸入し、ポトマック川沿いの林間記念館から東ポトマック公園まで植えた。この桜は後に、不原像ではなく白不原に近い種類であったことが分かった。 これらの木は大部分が21世紀までに亡くなっている。1909年8月30日、在アメリカ合衆国日本国大使館は、アメリカ合衆国国務省に、東京がアメリカ合衆国に2000本の桜を寄贈し、ポトマック川沿いに植えようとしていることについて伝えた。桜は1910年1月6日に、ワシントン DC に到着した。 フローラダ・ブリュー・パターソンが主導する、農務省の検疫チームが調べていたところ、桜が昆虫や線形動物に汚染されているのを発見した。農務省は検疫結果を見過ごすことはできず、大統領に処分を提言、やむなく、タフト大統領は1月28日に、焼却命令を出した。国務長官、フィランダーシーノックスは、日本大使に対して関連する事柄に、 遺憾の意を示す手紙を書いた。この知らせを聞いた関係者は落胆したが、尾崎は高峰博士の支援のもと再度桜の寄贈を決定した。また、ニューヨークハドソン川開発300周年の記念式典に向けさらに3000本、合計6000本の寄贈が決まり、今度の寄贈は綿密に計画された。まず1910年3月。 農商務省農事試験場長の古材吉直、農学博士から外虫駆除、苗木作りについて助言を受け、旧清水市沖津にある農商務省農事試験場園芸部が苗木作りに当たった。苗木は大木として兵庫県川辺郡東の村の山桜からの挿し木で準備され、これに植物学者の参考学品川光木にあった。 明花園の川瀬春太郎らの協力のもと、荒川堤の桜並木がおきつに集められて大儀に、継ぎ木された。集められた桜の種類は12月には59種類にも、なった。翌年2月14日、ソメイヨシの1800本、関西350本、一葉160、滝におい140本、白雪130本、不現像120本、有明100本、 上匂い80本、福六十50本、駿河台匂い50、魚以降20本、三車返し20本の、計12種類、3 0位20本の桜の苗木が、泡丸に乗せられ、横浜港を出港、アメリカのシアトルまで輸送された後、鉄道を経由して3月26日に、ワシントン d c に到着した。タイダルベースンソイ桜の木の下の写真家や画家。 1920年。1912年3月27日に式典が行われ、アメリカ合衆国のファーストレディであるヘレン・ハロン・タフトと日本大使、チンダ・ステミッシャクの妻、チンダイハがタイダルベースンの北岸の西ポトマック公園で最初の日本の桜の食事を行った。式典の最後にはタフト夫人がチンダ夫人に アメリカンビューティーの名がついたバラの花束を送っている。この2本の木は第17通り南西の端に現在も立っており大きな名板で最初の2本であることが示されている。1915年からアメリカ合衆国政府は返礼として花水木の木を日本へと送っている。 1913年から1920年にかけて寄贈された桜のうち、おおよそ1800本程度のソメイヨシノがタイダルベースンの周りに植えられた。残りの11種類と残りのソメイヨシノは東ポトマック公園に植えられた。1927年、アメリカの学校の子供が初期の植樹を再現した。1934年、 コロンビア地区委員は3日間の桜の祭典のスポンサーを行った。ワシントン記念島西ポトマック公園よりタイダルベースにを挟んで臨む最初の桜祭りは1935年に多くの市民団体の共同支援で行われ毎年のイベントになった。この時桜の木はポトマック川ベーンを構成する風景の一つとなっていた。 1938年、ジェファーソン記念館の建設のために、桜の木を切り倒して、土地を確保する計画が持ち上がったが、これに対して、女性グループが抗議のために、人間の鎖で、予定地を封鎖した。この問題は、タイダルベース南岸により多くの桜を植えることで、妥協に達した。催し物などは1940年代に始まった。 1941年12月11日、4本の桜が切り倒された。これは日本が同年12月8日に行った真珠湾攻撃への報復であったと考えられているが、確証されてはいない。交戦国である日本の木である桜への攻撃から、さらなる被害を受けないように、対戦中には東洋の桜とされていた。第二次世界大戦の間、 祭りは休止されており、1947年に、ワシントン DC、商務省、DC 委員会の支援によって再開された。1948年、全米宗教議会によって桜プリンセスと、全米桜の女王のプログラムが始められた。プリンセスは、それぞれの州と合衆国領から選ばれ、女王は、プリンセスの中から選出される。1952年、 日本は東京足立区の荒川みの桜の木立の復元のための救援を求めた。荒川みの桜は DC の桜の親に当たる木々であったが戦争によって数が減少していた。これに対してアメリカ合衆国国立公園局は花水木を東京に送っている。1954年、日本大使は1854年に ペリー提徳と日米は新条約が調印されたことを記念して、ワシントン DC に300年ものの灯籠を寄贈した。その後、この灯籠の日入れ後に祭りが公式に始まることとなった。3年後、三木本幸吉が創業した三木本魔樹店が真珠の冠を寄贈した。5ポンド以上の金と1585個の真珠が、 使われており、この勘が無理は、グランドボールでの女王決定後、体冠式で使われている。翌年の1958年には、横浜市から、1854年3月31日に、横浜で締結された、日米修好通商条約で示された米国との友好のシンボルとして石灯が送られた。1965年には日本は3800本の、 ソメイヨシノを寄贈し、これはレディバード・ジョンソンが受け取った。これらの桜はアメリカで育成され、多くがワシントン記念塔の敷地に植えられた。式典としてレディバード・ジョンソンと竹内隆二日本大使の妻が1912年の食事を再現した。1982年、日本の園芸家は、 洪水で破壊された桜の木の植え替えのために、ワシントンの桜から挿し木を取っている。1986年から1988年にかけて、最初に寄贈された桜の回復のために、アメリカ合衆国国立公園局に、民間から寄付された10万 1000US ドルを費やして、676本の桜の木が植えられた。1994年、祭りは、 花が咲いている間に行われる活動に対応するために2週間に拡大された。1996年には、ポトマック川と荒川が姉妹河川となった。1997年に、挿し木が文書で証明された1912年の桜から取られ、並木の遺伝的遺産を継承するため植え替えに使われた。 1999年、薄墨桜から取られたし木50本が、岐阜県元須郡ネオ村から送られ、西ポトマック公園に植えられた。2002年から2006年には400本の桜が1912年、当時に寄贈されたと確認されており、維持されている。ナショナルモールの桜並木の中の観光客2009年4月5日2006年桜祭り司会者の、 ゴードン・ピーターソン現在、全米桜祭りは、ビジネスの代表者、市民、政府組織などから構成される参加に、多くの組織を持つナショナルチェリーブロッサムフェスティバル、インクによって行われている。70万人以上の人々が、毎年ワシントンに、春の始まりを告げる桜の花を鑑賞するため、訪れる。2週間の祭りは3月最後の土曜日の、ファミリーデーに始まり、 国立建築博物館で公式の開会式が行われる。文化イベントや活動の配置は次の日に行われる。スミソニアンタコ揚げ大会は大ね祭りの最初の週末に行われる。祭り中は寿司や日本酒の祝賀や桜に関する講義、タイダルベース運の自転車ツアー等が行われる。その他のイベントには芸術展示、落語など文化公演、着物のファッションショー、 歌や踊り、格闘技、商人主催のイベント、ラグビーユニオントーナメントなどがある。二度目の土曜には、サウスウェストでサンステージフェスタが行われる。この祭りが終わると、ワシントン運河近郊で、花火が始まる。翌朝、ワシントン記念塔から、桜10マイルランが行われる。また、同日に、タイダルベースンに、日本から送られたい主導籠の点灯式のために、 交換が集まる。2009年、全米桜祭りは、チェリーブラストと呼ばれる新しいイベントを導入し、無人のアナコスティア走行祭りの間飾り、芸術作品、ダンスパフォーマンス、ライブ音楽、ファッション、DJ のアンダーグラウンド的ミックスの企画が行われた。観客のほとんどは、デュポンサークルからのシャトルバスで当地に赴いた。2010年には、 ピンクラインプロジェクトの芸術家フィリパ・ピー・ヒューズによって行われたチェリーブラスト2はアダムス・モーガンの保管倉庫に移動したが地元の芸術家と音楽家のグループを組み合わせた企画を行ったチェリーブラスト3は2011年の祭りの台に土曜日の夕方近くで行われる花火の最中やその後に南西菓子の近くの屋内で行われた 全米桜祭りの一環として、ワシントン日米協会主催で行われる、ストリートフェスティバル。祭りの最後の土曜日、コンスティテューション通りで、パレードが行われるが、パレード中とパレード後に12番通りと、ペンシルバニア通り、ノースウェストで行われ、アメリカ最大の日本文化祭となっている。祭りは事前に、長期計画を立てなければならないため、桜祭りの期間は、 桜のピークを過ぎていることがある。ソメイヨシノは、ワシントン DC で最も一般的であり、タイダルベースンを囲むように植えられている。最初に送られた3,020本の桜は12種類の栽培品種で、その内訳は、ソメイヨシノ、寒山、一葉、滝に追い、白雪、不賢像、有明、上に追い、福六樹、駿河台に追い、魚以降、三車返しであり、 ソメイヨシノ以外はすべて競技の里桜ャクラ群であった。しかしその後、多くの栽培品種が代替わりするなどで植え替えられたため、2021年時点では当初とは異なる植栽構成となっている。全体の70%を占めるソメイヨシノと13%を占めるカンザンと若干の不現像のみが当初の品種と同じであり、その他は、 韓国移領島の竹島桜が5%、十月桜が3%、ソメイヨシノの子孫で米国生まれのアメリカが3%、しだれ桜が2.4%、江戸悲願が1.3%、大山桜が1%未満、白普賢が1%未満、日本の豆桜と、寒ヒ桜との主観雑種でイギリス生まれのオカメが1%未満である。ソメイヨシノは、 タイダルベースを囲む白い雲のようにたなびいており、北はワシントン記念塔にも植えられている。少数のアメリカも一緒に植えられており、ソメイヨシノと同時に咲く。寒山は主に東ポトマック公園で生育しており、ソメイヨシノの2週間後に満開となる。東ポトマック公園には、不原像や白不原も植えられている。 これらの木々の間に点在して様々なしだれ桜があり、ソメイヨシノの一週間前に咲き始める。ありがとうございます。